毎週さまざまなお題を縦横無尽に語る白菜ラジオ第52回目の今回は、お題は幽霊船、ドイツ人冒険家のヨット事件、映画はファイナルガール、朗読は怪異に嫌わる豊島よしお、以上の3本でお届け。幽霊船とドイツ人冒険家のヨット事件の謎に迫ります。皆さんこんばんは、白菜です。白菜のラジオ第52回目ですね。今回は、幽霊船をお題としてやってみようと思います。まあ、幽霊船といってもたくさんありますので、今回は、まあ、幽霊船っていうのがどんなものっていうのをさらっとやって、それから日本におけるまあ、幽霊船というか、船幽霊というか、いうのを話して、その後にですね、まあ、幽霊船かどうかっていうのはちょっと今ここではあえて言わず、2年ぐらい前にあったですね、ドイツ人冒険家のまあ、幽霊ヨットというのがあって、それのお話をしようと思います。はい。で、例によって冒頭のまあ、小話なんですけど、いよいよですね、来週、6月12日ですよ。米朝首脳会談ですね。これはまあなんかいろいろこう言われてて、何の身にもならないね、形で終わるんじゃないかとか。あとは、でも金正恩さんは、何回かこう会おうと、トランプさんに言ってる。で、トランプさんも、まあ何回か会うのはまあいいけど、非核化っていうものは、絶対にやんなきゃダメだぞっていうようなことをまあ言ってると。でもそれはどうでしょうね。何回も会ったらね、だって会うってことは、そこで何度も何度もこう、非核化の話をおそらくするわけで、話をし続ける限り引き延ばそうっていうふうにね。まあそういうふうにも取れるわけですね。大体非核化しますよって言われたって、今までの彼らの行動を見てたら全く信用はできないわけですから。で、もしくは、まあ、その米朝首脳会談が、そこでもう、決まると。北朝鮮が受け入れるか。その非核化とね。まあ、拉致被害者を取り、戻すっていうのとね。でも、それを受け入れないんだったら、やるぞ、っていう。まあ、そのやるぞってなった時に、その可能性も、当然考慮しとかなきゃいけないわけですけど、そうなると日本はね、まあ近いですから、他人事ではないわけですよ。で、当然、日本は諸々のまあ理由があって、自分たちでね、拉致被害者を取り返すっていうまあ交渉ができないわけで、その力をこう背景にね、外交ができないから。だから、もしアメリカがそれをやるんだったら、本当はそこに、くっついてって、拉致被害者を取り戻す。っていうことを本当はしなければいけないはずなんですけど。まあどうなるんでしょうね。本当に。相変わらずなんか、特定野党の方々はなんか、森だ欠だと騒いでるみたいですけど、真面目に何が起こるかわからない、こういう緊迫した状態だから、仕事をしていただきたいなと思いますけど。まあおそらく彼らの目的はですね、憲法改正させないことだと思うので、まあ、それが目的だとすると、まともに話なんかする気はないんだろうなという気もしますけど、まあ、とりあえず次回のラジオをやる頃にはもう米朝首脳会談終わってますので、果たしてどうなったのか、というところですね。まあ、それはまたその時にちょっと、軽く話できればなと思います。はい。では、冒頭のネタが終わったところで本題に入りますが、先ほど言った通り幽霊船です。幽霊船はまあね、そんなに難しく考えることもなく、まあ本当に幽霊の船って、船そのものが幽霊というよりは、船員さんが何かしらのまあ事故とかやって、亡くなってしまって、もう
船員さん自体が誰もいなくなってしまったとか、白骨化して残ってるとか、もしくはもう、さらに、ディープな方に行ったら、幽霊になってしまってるとか。で、こう、道連れみたいなことでね、海であったら、沈められちゃうとか。いう、まあ、そんなようなイメージですかね。もっとわかりやすいイメージで言ったら、やっぱりなんかこう、船だと思って、例えば自分たちが遭難してて、ああ、どうしようどうしようってなってたら船がいたと。助けてくれって言って、乗り込んでったら、なんかおかしいぞと思ったら幽霊船だったとか、海賊が、いろいろこう奪おうとして乗り込んだら、幽霊船だったとかね。最初はこうなんか普通のこう綺麗な船に見えたのに、乗ってみたらボロボロだったとか。そういう感じですかね。で、そこに乗っているのは、骸骨のこうね、船員たちだったりとか、あとは、海の生き物と融合してしまっているもの。まあ、クトゥルフじゃないですけど、あの、パイレーツ・オブ・カリビアンの、フライング・ダッチマンとかね。あれも幽霊船ですよね。そういうものが幽霊船。で、日本で言うと、船そのものというよりは、船幽霊ですね。江戸時代とかにはなんか、絵とかでもこう、書かれたりとかしたみたいですけど、前に怖い話でも読んだことあると思いますけど、パターンとしては、だいたいこう、ひしゃくでですね、水をこう汲んで、船の中にこう、その水をどんどん入れてくると。で、ずっとやられてたら、まあ沈んじゃいますよね。で、そのひしゃくが多分でかいから、こうなんとかその入れられた分出そうと思っても間に合わない。だから、やり方というかその回避の仕方としては、大体ですね、あの海坊主とか、そういうなんかそういうひしゃくでこう水入れようとしてくる船幽霊たちは、自分でひしゃく持ってるというよりは、おい、ひしゃくを出せというふうに言って、素直に渡しちゃうとダメだから、もうそこがこう抜けて水がすくえない試着を渡すことによって回避できる。水がこう入らないからいくらやっても船の中に水を入れられないということですね。海坊主の話とかありましたね、前にね。そういうやつです。で、どうも、海坊主がまあ有名かなと思うんですけど、日本では全国にこういろいろね、なんか言い伝えがあって、福島県だと、これはイントネーション合ってんのかなわかんないけど、稲田っていうのが、ひしゃくのことなんですって。え、それをかせと。あの、かせってもう、よこせっていうことですね。で、船でこういると、稲田かせって言って、船の上にね、その船員さんたちに話しかけてくる。で、ここで、あわあわあわってなって、そのまま渡しちゃうと、えぇってこう水をどんどん入れられて沈められて仲間にされちゃうんで、そこでこう穴の開いてる被着を渡す。そうすると、こういくらすくっても、こう、海のね、水が入れられなくて、船は沈められないから、まあそのうちに逃げるんでしょう。ただなんかそんなもん渡したらですね、なんかお前これ穴開いてんじゃねえかって言ってなんか逆に切れられそうな気もしなくはないですけど。まあだからといって、ちゃんとしたものを渡したら、それはそれでね、沈められてしまうんで。まあ困りますよね。あとはですね、島根県に村佐というのがいるそうです。この地では、潮の中に夜光虫が光っている様子を逃がしようというが、その中にぼーっと光りながら丸く固まっているものが村佐。船が上に乗りかかるとパッと散らばってしまう。ということで、これはなんか船を沈めに来るような感じではないですね。まあなんかそういうものがいるということのようです。次が、ヨバシ。なんか技の名前みたいな。なんかゾロとかが使えそうなの。使わねえか。すいません。山口県です、これは。船が白い方を巻いて走ると一緒に走ってくる。灰を巻いて音を立てると退散する。一緒に走ってくる。ああ、なんか、ジェットババアとかそういう系ですか？車で走ってるとなんか、あれ追い抜かれちゃうんでしたっけ？
なんかそういう感じですかね。あとですね、長崎と熊本、こうせん九州地方の方にはウグメというのがいると。船がですね、このウグメというのに取り憑かれてしまうと、まあ進めなくなってしまうというものみたいですね。お、これはなんかあれですよ。なんか前にありましたね。タバコを吸うと消えるとか、そういうのがあるみたいです。なんかタバコの煙で幽霊がなんか退散したみたいな話ありましたね、前にね。なんかこれは似たような形のものかもしれませんね、もしかしたら。あとは福岡県迷い船。盆時期の月夜の晩、海に帆船の姿となって現れるものと。なるほど。まあなんかこう、鬼火っていうか、こうね、人玉というか、火の玉みたいなのが出てきたりとか、あと人の声が聞こえたりする。まあ出てくるだけだったら別にね、なんか怖がってても逃げちゃえばいいっていう感じですけどね。で、千葉ですね。千葉には、亡霊やっさ。亡霊やっさ。なんか面白い名前ですね。これは、霧の深い日とか、まあそういう時に、死刑の日とかね、漁船のもとに現れる幽霊船。で、自分たちの仲間を増やそうと、沈めようとしてくると。で、どういうふうに現れるかというと、亡霊やっさ、亡霊やっさ、田舎火星。言って近づいてくるらしいです。なんかどういうリズムなんでしょうね、これ。猛練やっさ、猛練やっさ、田舎稼いとか、なんかそういう感じで近づいてこられたら、なんかちょっと笑ってしまうかもしれませんけど。実際に会ったら笑えないかな。そして海からいきなり被尺を貸せって言って手が飛び出してくるんですって。怖いな。これまた被尺渡したら多分沈められちゃうんで。はいって言って、ここはまたそこの抜けた被尺を渡して、こう、一生懸命ですね、その手がですね、海水を、こう、拾って、すくって、船にね、こう、沈めるために、船にこう、水をやろうとしているところで、お前これ穴開いてんじゃないかって突っ込み入れられる前にもう退散するっていうことでしょうね、おそらく。といったところかな。あと、岩手にも、ナモーレというのが、なんか、なんだ、ミヤモーレみたいな感じの、なんか、雰囲気ですね。ナモーレ。ひらがなで、ナモーで、レは漢字なんですけど、なんか、カタカナで、ナモーレとかになんかしたら、それっぽくって、何がそれっぽくなのかわかんないですけど、なんか見えるような、そんなような名前ですね。という、まあ、ことで、日本にはこういうのが、船幽霊がね、いるということですね。で、まあ、それとは別に、海外にも、まあ、その幽霊船というのはあります。で、実際にちょっと不可解な事件がですね、2年前ぐらいに起こってまして、ちょっとしたニュースになっていたようです。いや、まずその時の記事をですね、ちょっと読んでみましょうか。これ AFP、フランス通信かな。ミイラ化した男性の遺体を乗せたまま、2月末にフィリピン南部の沖合で漂流しているところを発見されたヨットについて、世界一周ヨットレース、クリッパーラウンドザワールドレースに参加していた乗組員らが、1月末に米グアム島の西の沖合で発見していたことが分かった。レース主催者が8日明らかにした。主催者がウェブサイト上で発表した声明によると、参加チームのエルマックスチェンジでいいのかな？の乗組員が1月31日、米領グアムの西約870キロでこのヨットを見かけ、船室で腐敗していた遺体を目撃していたという。声明で主催者は、我々は漂流中の船と乗組員を助けたいと願い、レースを中断したとし、グアムの米沿岸警備隊に漂流しているヨットについて通報。これ以上手助けすることはできないと判断し、参加チームにレースを継続するように指示したという。
だがヨットはそれから25日間、1200キロ以上にわたって漂流を続け、フィリピンのミンダナオ島東岸でマストを失い、船体が傾いた状態で漁師に発見された。フィリピンの警察当局は船室のテーブルにもたれかかっているミイラ化した遺体が、ヨットの所有者であるドイツ国籍のマンフレッド・フリッツ・パヨラットさんである可能性が高いと発表した。主催者は、発見当時は身元不明だった乗組員の死を発表することで、セーリングの国際コミュニティに不必要な心配をかけてしまうことを避けたかったと説明している。というものですね。ちなみにこれは、初回の報道の続報みたいな感じみたいですけど、最初に出てるのはだいたい3月2日みたいですね。まあ、その3月2日に出た、AFP の記事はまた後でちょっと紹介しますけど、CNN もですね、3月2日に記事を出してます。フィリピン警察によると、同国の東海岸沖に漂流していたヨットの船内でミイラ化した遺体が見つかり、当局は身元の特定を急いでいる。地元警察によると、ヨットは2月25日、ミンダナオ島の南、釣ヶ尾州沖で漁船に発見された。ヨットには大量の魚が群がり、立ち往生しているように見えたが、窓から覗き込んだ乗組員がミイラのような姿を目撃。ヨットは漁船よりはるかに大きかったが、1日がかりで同州、バロボの港まで曳航したという。当局によると、ヨットの文書から所有者がドイツ人、マンフレート・フリッツ・パヨラトさんであると判明したものの、ミイラが本人の遺体なのかどうか確認はされていないという。で、当局が28日に行った検視の結果が出るまでには1週間ほどかかる見通しだ。ドイツの外務省は、在フィリピン大使館が遺体の身元確認のため、地元当局と連絡を取り合っていると述べた。遺体の DNA はまだ採取されていない。地元警察は遺族らが申し出てくれることを願っているという。というような内容です。腐敗していたのに、実際に発見された時、最初見かけた時は腐敗してました。ところが、正式にって言い方はちょっとおかしいかもしれませんけど、まあ、保護されたというかね、その時は、ミイラ化していたと。これはちょっと、普通に考えるとびっくり。これ調べるとですね、その写真が出てきます。ミイラ化してるその遺体がね。で、この人、このマンフレッドさん、決してですね、初心者とかじゃないです。過去、なんと20年間、この船で、ヨットでですね、世界中をこう旅してきた人で、もう超ベテランですよね、言ってみれば。で、その旅の状況とかっていうのを、Facebook を通してですね、今こうしてるよとかっていうのを発信していたと。まあ主に友人たちに対してね。ところが、それが、この遭難で発見された、まあ1年前に、更新がパタッと止まってしまったと。で、今までこう定期的に更新があったのが、いきなり出なくなっちゃったんで、これおかしいな、というふうに思った、まあ、知人の人たちがおそらく連絡を取ったんでしょう。ところが、いくら連絡をしても反応はない。で、マンフレッドさんは海に出てる。あれ？これは？と、まあ思いますよね。でもこう、今どこにいるのかもわからないから。まあもちろんその最後に発信したところから予測するっていうこともできなくはないのかもしれないですけど、まあ、なかなか海ですしね。天候でこう、いくらでも状況が変わってしまうので、なかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど。で、いざ発見されたこう、マンフレッドさんなんですけど、状態としてはですね、キャビンのこう机があって、そこに画像を見るとわかるんですけど、あのね、学校で、居眠りをするときに、こうなんかわかります？居眠りするときの体勢。なんか、ああいう風に見えなくもない。ただ腕が、こう、だらんって垂れてて、で、片っぽの手は無線機をなんか持とうとしていたような感じに見えるので、実際にはその、なんか、寝ようとしてたとかそういうことじゃないんですけどね。で、その遺体自体には外傷はない。だから誰かに襲撃されて
亡くなったとか、そういうものではない。で、さっきの最初に話した通り、そのヨットレースの人が見かけたときは腐敗してたというふうに言ってるわけですね。ところが発見されたときにはミイラになっている。これはどういうことだということになるんですけど、おそらくは、その腐敗していたけど、で、まだ缶詰とかなんかそういうですね、別に食べ物がなくなってしまってたとかそういうことじゃなかったみたいなんで、脱水症状でも多分なかったんでしょう。そのなんか自然の中でミイラ化するっていう風になると、脱水症状になっていることによって、こう、ある意味その、事前にミイラになっている条件が一つ揃うみたいなことらしいんですけど、だけど、まあそういうものでもない。ただ、おそらくその海の天候でですね、すごいこう気温が上がってしまって、それによって腐敗していたけど途中からまあミイラ化していったんじゃないかということのようです。で、彼はですね、20年間まあヨットでやってきたわけですけど、実はこの、これ旅に出たのがですね、2009年なんですね。だから、で、発見されたのは2016年なんで、7年間、こう、旅をしていたと。まあ、とはいえ、7年間、さめよっていたわけではなくて、おそらく、亡くなったのは、更新が、Facebook とかの、こう、更新が途絶えた、1年前なんで、2015年なんだと思うんですけど、その旅に出るですね、まあ、結果的に最後の旅になってしまった、その1年前、2008年にですね、奥さんと離婚していて、で、その2年後、まあ彼が旅に出ている最中ですかね、奥さんは、癌によって亡くなってしまっている。でも娘さんが一人いたみたいですけど、彼はその奥さんのことをですね、知っていたのか、亡くなってしまったことを、まあ知ってたのかな。で、実際にその船室にはですね、こう、家族の写真みたいなものとか、そういうものが、こう、たくさんあったみたいで、離婚はしていたけれども、こう、やっぱりまだ大切には思っていたのかなっていうふうなものが感じ取れると。で、ミイラになってしまった理由はおそらく、さっきの理由なんですけど、だけどなんか、ちょっとこう、パッと見たらね、なんかその部分だけ切り取って見ていくと、私たちが見たときは腐敗してたんですよって言って、次に発見されたときミイラになってたら、え？ってちょっと思いますよね。で、ミイラに対するそのイメージが、やっぱりこうエジプトのミイラのイメージが多分強いと思うんですよ。おそらく、皆さんも私もですけど。そうなると、なんかミイラって作られるものっていうなんとなくイメージがね、あるから、自然にできていくっていう風にすぐにこう、なかなか結びつけられない。まあ、砂漠とかだとそういう風ないろんな条件が揃って、そういう風になりやすいみたいですけど、一応ですね、ウィキによると、ミイラですね。死後、体の腐敗が進行するよりも早く急激な乾燥。水分が人体組織の重量の 50% 以下になる。と、起きると。そうなると、細菌の活動が弱まってしまう。で、脱水症状などの条件から、死体の水分含有量が少ない場合にはミイラ化しやすい。まあ、ミイラって干からびてますから、やっぱりね、その当然やっぱり体の中のこう水分がね、減っていけば、そうなりやすいということですね。もう夏とかね、35度とか行かれると本当干からびるんじゃないかとか、思いますけどね、あまりにもこう、暑いから、水分がね、外に出てしまった。で、自然発生ミイラが砂漠の砂の中から見つかることが多いが、これは急速な乾燥をもたらす自然条件の他に、そこにできる死体が、脱水症状を起こして餓死するなどで死亡したものであるため、死亡時の水分量が元より少ないという条件が整っているからと考えられると。
自然条件においては成人一人がミイラ化するのに必要な期間は3ヶ月と言われている。こういった自然のミイラは全身が完全なミイラとなっている例は少なく、体の一部分のみがミイラ化して残っている場合が多い。3ヶ月。おかしいですね。1ヶ月ですよ。まあ、平均なんで、まあ当然例外はあるでしょうから。っていうのと、あとはなんか、この見つかったね、このドイツ人の男性、彼は、まあ私は別にその死体に見られてるとかそういうことじゃないんであんまりわかんないですけど、ただ見た感じ、全部なんか乾燥しているように見えるんですよね。ちゃんとしたミイラになってしまっているような風にも見えるので、そうすると部分的にじゃなくてもう全身ミイラになってしまったのかなと思いますけど、なんかこの今のね、説明を見ると、やっぱりちょっと、まあ自然現象がいろんな条件が揃ってそうなったんだろうということで、まあそこはそれで間違いないとは思うんですけど、でも、ちょっとなんか気になるなというところはありますね。じゃあなんでこの人亡くなったんでしょうっていうことですが、これが実はですね、AFP の3月2日の、記事にもう出てます。読んでみましょう。約1週間前、フィリピン南部の沖合を漂流していたヨットからミイラ化した男性の遺体が見つかった事件で、フィリピンの警察当局は2日、検視報告書を発表し、この男性はドイツ人で心臓発作で死亡したと述べた。心臓発作でした。だからおそらく、心臓発作を起こして、そこでぽっくりいっちゃったわけではなくて、なんとかこう助けを呼ぼうと、もしくはこう、あ、やばいやばい、これはちょっとやばいぞっていう状態になって、なんとかこう無線で助けを呼ぼうとそこまで行ったけど力尽きてそこでカクってなっちゃったっていうことなのかなと。おそらくね。で、フィリピンの警察当局は2月26日にヨットで発見した資料をもとに死亡していた男性をドイツ国籍のマンフレッド・フリッツ・パイオラッタさんと特定した。パイオラッタさんの出発地や目的地についてはまだ分かっていない。フィリピン国家警察庁のウィルベン・メイヤー広報担当は AFP の取材に対し、地元捜査当局の検視結果によると死因は急性心筋梗塞だったと語り、フィリピン南部の警察当局の声明をもとに男性はおよそ7日前に死亡したと推定されると付け加えた。遺体が収容されたミンダナオ東岸のバロボの警察当局によると、ドイツ大使館が親族の現地入りの準備を進めているという。バロボ警察のドミナドル・プラザ氏は AFP の取材に対し、死亡した男性にはドイツに暮らす娘がいるようで、ドイツ大使館が遺体の身元確認のため彼女をこちらに呼ぶようだと語ったと。娘さんね、写真があったと言ってましたが。でもちょっと待ってくださいよ。7日前に死亡した。7日前?生きてたってことですか?じゃあ。でも、発見したんだよって言ったあの船の人たち。船乗りの人たち?船乗りっていうかヨットの人たちですか ?25 日前に、1月31日ですよ。ヨットを見かけて船室で腐敗していた遺体を目撃していた。おかしいですね。亡くなってたはずですよ。もっと前に。もうこの時点で腐敗してるってことはもっと前に亡くなってたってことですよね、これね。だけど、調べてみたら、なんと、7日前。ということは、その後7日間の間にミイラ化した。さっきの3ヶ月というのと比べると、だいぶこれでまた話が違ってきますね。さて、こうなってくると、まあ、いろいろね、真面目な話しちゃうと多分、何かしら理由があるし、多分、この最初に目撃したよって言ってる人が、もしかしたらなんか見間違いだという可能性もあるわけで、なんとも言えないですけど、
ちょっと気味の悪い話っちゃ気味の悪い話ですね、これ。という、まあこれ幽霊船と言っていいのかどうかわかりませんけど、ちょっとまあ海の船にまつわる不気味な話。というところですね。ただもしかしたらこの7日前に死亡したって言ってるこれ自体が間違ってる可能性もあるわけで。ミイラ化したのはおそらく、まあ水分が、そのやっぱり、ね、天候とかですごい気温が上がって、水分がほとんど失われてしまってとか、その天候が絡んでるのかなというふうには思うんですけど、まあだからといって、仮にこの7日の、で7日前に死亡したっていうのがあってたとすると、その短期間でミイラになるのかっていうのと、腐敗してた遺体を見たっていうのが本当だとしたら、まだその時生きてたんじゃないのっていうのと、いろいろとこうなんか考えてしまうね。これはまあ、人が亡くなっているのでちょっとあれですけど、話のね、ネタとしていろいろ想像力を刺激されるようなものでもあるかなと思います。はい。ということで、なんか結局何が本当なのかわからないというところですけど、まあ、それはおのおのですね、皆さんも想像していただいて、楽しんでいただければなというふうに思います。私は、どっちかが間違ってんじゃないかなと思いますけど、まあ、とはいえっていうところはありますけどね。はい。ということで、本日のお題は、幽霊船についてでした。はい。では、今週の映画です。今週はですね、ファイナルガール。という映画です。なんか名前だけ、名前っていうかタイトルだけ聞くと、なんだっていう風に感じるかもしれませんが、まあ、ホラーというか、なんというか、これ何になるんだろうな、ジャンル。内容はですね、幼い頃に両親を亡くした女の子が、主人公です。その子が、まあ、ある、こう、殺し屋のね、殺し屋なのか暗殺者なのか、まあ、とにかくそういう裏の仕事みたいなものをやっている人たちだと思います。なんか、明確に、その組織の全貌が出てくるわけではないので、実際にどういう組織なのか、まあ、まではちょっとわかんないんですけど、まあ、とにかく、ちょっとそういうことをやっている。男にですね、まあ、何かのきっかけがあったのか、まあ、声をかけられて、で、その最初の試験というか、ようなことで合格してですね、まあ、試験っていうほどのものではないですけど、で、来ないかというふうに言って、まあ、まだちっちゃい女の子ですから、アイスたくさん食べられるって言って、いくらでも食べていいよって言われて、じゃあ行くみたいな感じでついていっちゃうんですけど、で、そこで、こう、殺し屋としての技をいろいろと学んでいく。で、まだこの物語のですね、中では育ってるわけじゃないんですよ。その、もう独り立ちしてるとかそういうわけじゃない。まだこう、訓練中ですね。で、その、現在の物語が本当にここ進んでいくね、ところだと、年齢は高校生。です。高校2年か。17歳ぐらいですね。で、主人公の女の子が、そうやって殺し屋としてのね、訓練を受けて、育っていく中で、それと並行してですね、別のストーリーが走っています。で、それ何かというと、彼女と同じぐらいの年齢の高校生、4人組の男がですね、まあ、ちょっと金持ちなのかな？全員ちょっとこう、割と裕福そうな。男の子たちが、あるゲームをしてるんですね。その何のゲームかっていうと、自分たちの隠れ家みたいなところがあって、そこにですね、金髪の女性、女の子をナンパして、誘い出して、でそこでこういろいろ話をしてですね、最終的に森の中でハンティングするっていう、まあ、ゲスなゲームですよ。で、要は女の子に5分やるから逃げろと言って逃がして、野郎4人で追いかけて、
それぞれがなんか武器、なんか斧とかバットとかね、銃とかを持って追いかけてハントすると。で、それで今まで何人も殺してるっていう、まあ、ろくでもない4人組です。で、一応そのなんかリーダーみたいなやつが結構イケメンな感じなんで、まあ、そいつが先頭に立って女性をナンパして、そういうふうにすると。で、そこで、まあ、その殺人者というか暗殺者として、暗殺者は殺し屋かな？殺し屋として育てられた、その女の子が、仕上げというか、じゃあ実際に実践してみようみたいな感じで、そこに投入されるわけですよ。その子は金髪なんで、ね、ナンパされて、連れて行かれて、奴らをハントしようとするから、返り討ちにしろみたいな。まあそんな感じです。っていう、まあ話自体はですね、単純な話なんですけど、なんかこう、殺し方というか、まだその、独り立ちしていない、あの主人公のね、女の子はまだ独り立ちしていないというのもあって、なんか圧倒的な強さで、まあ普通に考えたら、本当に独り立ちしているような、ね、女性というか殺し屋だったら、それが男にしろ、女にしろ、そんなね、いくら武器持ってるって言ったって、高校生のね、4人ぐらいだったら、いっぺんにかかってこられたらさすがにちょっと厄介なのかもしれませんけど、そんな別にいっぺんに相手にすることね、当然バカじゃないでしょうから、孤立させて、まあ、あっさり始末するんでしょうけど、やっぱりそこはまだ、そこまで慣れていない。大体その人を殺すっていうことも慣れていないわけですから、まあうまくやるんですけど、苦戦する。で、なんかやり方があっさりやっていくんじゃなくて、なんかこううまいことですね。なんていうかな。薬っていうとちょっと、あ、もう薬でいいのか。まあちょっと相手が幻覚を見るようなね、薬とかをうまくこう飲ませて、で、自分に有利なようにして、逆に買っていくみたいな。そんなような、まあ話です。すっごい面白いかっていうと、って感じですけど、でもね、なんか、なんだろうな。思ってたより、圧倒的に、私のイメージではですね、最初なんかその、映画のね、紹介のところで、ちらっと見た限りでは、殺人をまあしている4人組の高校生がいると。で、実は、そいつらが最終的に選んだ、ターゲットにした女の子が実は殺し屋として育てられた女の子だったと。で、そうとも知らずに、こう、ハンティングしようとしたら逆に狩られるみたいな感じだから、調子に乗ってるクソガキが、帰り討ちにされてボコボコにされるのかなと思ったら、そこまででもなかった。その中で、まあ、彼女自身のいろんなね、殺し屋としてですけど、まあ、成長もあり、という感じで、なんだろう、あんまりその、ちょっとスカッとする感じかなと。まあ、なんか人がガンガン殺されてるのにスカッとするっていうのは、なんかおかしな話かもしれないですけど、まあ、ちょっとそういうね、ろくでもないやつが、あの、因果応報でやられるっていう、そういうものかなと。思ったら、まあ、それはそうなんですけど、ちょっと、なんだろうな。思ったほどのインパクトがあるものでもなく、それよりも、その主人公の女の子自身の、まあ、その年齢的な部分もあるでしょうけど、その子自身のいろんなね、葛藤とか成長とかっていうものが、ちょっと見えるようなものだった。という感じですね。なので、ものすごくおすすめする感じではないですけど、まあ、一回見てみたらいいかなと。ただ、よし、見るぞって言ってみると、そこまで気合い入れてみる感じでもないかもしれません。はい。はい。ということで、本日の映画は、ファイナルガールでした。はい。では、今回の朗読ですね。今回はオープニングで言った通り、怪異に嫌わる豊島義雄、こちらを
読んでいきたいと思います。坪井くんは丹波の人である。その丹波の田舎にあるとき、叔父の家を訪れたところ、年老いた叔父は、蔵からいろいろなものを持ち出し、広い座敷に所狭きまで置き並べて、それに風を通していた。君は、田舎の旧家にある土蔵を知っているだろうか。壁の厚み三尺以上もあり、鉄鋲を打ち付けた重い樫の扉の錠前は、二重にも三重にもなり、二階造りで一階には窓がなく、段の高い階段を上がっていくと、二階の正面にただ一つ、二尺四方ぐらいの小窓がある木だ。いかに暴風雨の時でも、その中に入れば新館として、まるで洞窟にでも入ったよう。家人も滅多に入らず、掃除などもほとんどされず、埃の積もるままになっている。そして、そこには、実に様々なものが雑然とぶち込まれている。壊れかかった家具や道具の類が堆積していたり、紋章付きの筆や長持ちが並んでいたりする。ネズミにとっては禁断の場所だが、往々、大蛇が住んでいることもある。この土蔵から、いわゆる大切なものを取り出す権威は、多くは年老いている家長の占有するところで、従って家長は、各年ぐらいに一回、ふと思い出したように、伝承の古物を母屋の座敷に持ち出して、土用干しをするのだ。坪井くんは、座敷に並んでいるいろいろなものを、好奇の目で見合った。その中には、幾本もの刀剣類があった。それにちょっと心惹かれて、一つ一つ引き抜いては、眺めているうち、期待にこちらの木を打ってくる一振りがある。だいぶ錆が来てはいるが、怪しく肌身に迫る気配がする。坪井くんはそれが欲しくなって、叔父に狙った。だが、それはやめた方がよかろう、と叔父は言う。幾本もあることだから、欲しければどれでも持って行ってよろしいが、その刀だけはやめたがよかろう、と言って承知しない。そうなれば、なおさら欲しくなるのが人情で、坪井くんはついに、二日かかりで叔父を口説き、とにかくしばらく貸してもらうということにして、抜け抜けとぶんどってしまった。その時、叔父がさりげなく漏らした言葉によれば、その刀はどういうわけか、昔からなるべく廃用しないようにと言い伝えがあるのだとか。だが、そのようなこと、坪井くんは別に気にも留めなかった。田舎の旧家には、いろいろ曰く付きのものがあり、また、いろいろの言い伝えがあるものだ。それらのものが積もって、家の格式とか、伝統とかを形作ることが多い。しかし、それらのものも、いつしか忘れられがちになったり、心にも止まらないほど、遠い昔のことになったりする。たまに、近代の空気に多少とも触れた、そして大まかな人は、それらの曰く付きとか言い伝えを、表面ではわざと軽蔑した風を装い、内心ではウキウキしているのだ。ところが、それらの無視された昔の息吹が、時あって、勢い強く立ち上がることがないだろうか。立ち上がって、復讐することがないものだろうか。あるとすれば、それが特殊な事件や、一家の清水後輩などに絡まれると、風味ある小説になるだろうよ。坪井くんは当時、田舎の小さな町に暮らしていた。しかるに、真夜中、牛蜜の頃というのであろうか。顔色を変え、息を詰めて、ガバッと羽を着た。白さをかぶせた伝統のおぼろな明るみの中で、呆然と見開いた目には、明瞭な幻がまだ映っている。ずらりとした白衣の女が、血の気のない真っ白な顔をして、室の前の廊下を滑るように、行きつ戻りつしている。
その姿が障子越しにはっきりと見える。じっと目をつけていると、それが障子を越し、スーッと迫ってきて、途端に目がくらんだのだった。我に返り羽を着て、その幻が眼底から消えると、冷たい旋律が背筋に流れた。それに類した幻を、坪井くんは、三番続けてみた。第二夜には、白衣の女は室の外を、壁や障子の外を、坪井くんの体とすれすれになり、そこで坪井くんは跳ね起きた。第三夜には、白衣の女は、天井の上にいたが、やがて天井の下に出てきて、坪井くんの胸のあたりまで降りてきて、そこで坪井くんは跳ね起きた。坪井が見たあやかしには、一つの特質がある。それは、直ちに室内に出現はしない。いつも、障子の外、壁の外、天井の上などに出てくるのだ。しかも、はっきりと見える。その時、障子や壁や天井板は、そこだけガラスのように透明になる。いや、それはむしろ、ガラスの面の映像とでも言おうか。障子や壁や天井の外だと見ていたのが、いつしかその内側、すなわち室内になり、次ですぐ身辺に迫ってくるのである。ガラス戸などに映った像が、ガラス戸の外から室内へと移り迫ってくるのを、君は見たことがないだろうか。とにかく、坪井のあやかしは特徴的だ。坪井くんは、三夜続けて幻を見て、はたと思い当たった。それはちょうど、おじのところから刀をもらってきた、その夜からのことである。刀は床の間に置いてある。幻が果たして、その刀のせいかどうか、坪井くんは友人に試してみた。小学教員をしている一人の友人を呼び、ビールなど振る舞いながら引き止めて、その夜、無理に止めてしまった。隣室に寝かせ、室の片隅に刀を密かに置き、そ知らぬ顔をしていた。その深夜、友人は慌ただしく、坪井くんの室に飛び込んできて、真っ青な顔をして喘いでいる。訳を聞けば、人間大の真っ白な雲が、天井から降りてきて、やがて胸の上にのしかかり、息が詰まったのだという。その雲の幻が、眼底から去らず、怪しく心をののいて、一人では寝られぬという。坪井に現れたのは白衣の女であり、友人に現れたのは真っ白い雲であった。この相違は注意に値する。僕の解釈は言うまい。君自身で考えてみたまえ。友人に試したことで、坪井くんはいよいよ、幻はその刀のせいだと確信を得た。その後、刀を氷に収め、押し入れにしまえば、幻は見ず、刀を取り出して床の間に置けば、幻を見るので、ますますその確信は裏付けられた。坪井くんは不気味に思いながらも、その刀を叔父に返すのを惜しがった。そして、ある研ぎ師の手にかけたところ、刀は無名ながら、確かに青江の相当のものだということであった。青江の刀といえば、福岡三次の十人斬りの青江下坂をはじめ、妖刀として定評がある。坪井くんはなお気持ち悪くなり、布に包み、箱に収めて、何度に隠してしまった。こういう話、君は一生に伏してしまうだろう。僕だって、まさか、と思うことに変わりはない。けれども、坪井を単に迷信からと言い切るのも、どうであろうか。人は時あって、ある思想に捉えられることがあり、ある観念に捉えられることがあり、従ってまた、ある幻覚に捉えられることもあるだろう。思想や観念が、往々にして人から独立して存在するものであり、それが人を捉えるのだ、という見方も、成立するとするならば、幻覚についても同じことが言えないだろうか。
あるいはまた、前にも言ったように、昔からの言い伝えなどというものが蘇って、つぼいに復讐したかもしれないのだ。つぼいくんが東京に出てきたとき、私は右の話を聞いた。私は心動いて、その青江の刀をぜひ見せてもらいたいと、懇望した。つぼいくんは承知して、ただし、譲渡するわけにはいかないと断り、郷里から刀を取り寄せることにした。つぼいくんが、青江の刀を私の家へ届けたのは、折も折、裏盆の十三日の、しとしとと、左右の降る夕方だった。私は、会心の笑みを漏らしながら、その刀を打ち望めた。しまめもわからぬ、小錦の袋を開けば、年月の誇りに黒ずんだ白鞘で、それでも研ぎ師にかけただけあって、中身は冷徹にさえ渡った、大刀、相当の技物らしい。私は何事においても、その夜を楽しみに、少々酒まで過ごし、白鞘の刀を沈刀に横たえて、早くから床に着いた。僕の下心では、もしそれが本当にお化けを出してくれる刀だったら、つぼいがおじさんを満着したように、なんとかかんとか言い張り、場合によっては、いかに高価でも、借金までしても、それをつぼいから巻き上げるか買い取るかするつもりだった。刀には執着はないが、お化けに焦がれていたのだ。と言って、僕は、妖怪変化の存在を信じているのではない。そんなものは、まあいないとも思っているが、しかし、どうにかして会いたいのだ。世には、怪異を見たという人は随分多い。それがたとえ幻覚であるにせよ、一生に一度ぐらいは僕も見たい。怪異を見ることによって、心情が深まりはしないだろうか。少なくとも、心情の風景が、賑やかになりはしないだろうか。僕は生来、怪異が好きなのだ。しんしんたる真夜中、私はふと目が覚めた。と思ったのは誤りで、欄間には明るい光が差している。起き上がってみると、もう十一時になりかけていた。沈刀には、青江の刀が昨夜のままで、そして、一晩中何のことも起こらなかった。私はなお幾夜か、その刀を試してみた。しかし、変化の出現する気配はない。私は、当て外れの気持ちで、その気持ちのやり場に困って、こたびは子供たちに試してみた。お化けにまで嫌われたかという思いは、変にやるせないものだ。つぼいに出て、僕に出ないわけはあるまい。電灯も消して、真っ暗な中に夜中起きていてやろう。と努めてみたが、目が覚めればすぐに起き上がる代わりに、寝ればすぐ眠るのが癖で、早くから寝たために、その数日、十分すぎるほどの睡眠が取れた。階段も何かの役には立つものだ。本当にお化けがいてくれたら、いろいろの役に立とう。少なくとも、子供たちにはおとぎ話の代わりになろう。子供たちにとって、近代では、もう妖精や怪物は死に失せてしまったし、魔法使いは姿を消してしまったし、王子様やお姫様なども、いなくなってしまった。奇妙な花や虫の美しさも消えてしまったし、つまり、おとぎ話がなくなったのだ。だからここに、青江の妖刀のおかげで、お化けが復活するとしたならば、どんなに素晴らしい効果をきたすことだろうか。私の家には、10歳から15歳までの子供たちが3人いた。私は、彼らが寝静まった頃を見計らい、その寝室に密かに忍び込み、彼らが枕を並べて眠っている頭の方、床の間に、青江の刀を置いてきた。そして翌朝、昨晩何か夢を見なかったかと尋ねてみたが、三人ともケロリとして、眼見に夢の気配さえない。私は、彼らの前へ刀を持ってきて、刀にまつわる怪談を話してやった。その話に、
三人とも熱心に耳を傾け、ついには自ら進んで試してみると言い出した。そのままに任せておいたが、彼らは怪異を見るどころか、夢一つ見なかった。幻覚は子供たちをも捉えなかったのだ。彼らは、階段の暗示にもかからなかった。この経験は、子供の精神の健全さと、明朗さとを僕に信じさせた。子供の精神に対するこの信頼を、僕は持ち続けていきたいと思う。この信頼は、やがて次の時代に対する信頼になるのだ。それにしても、怪異を知らない精神は寂しい。怪異は、あらゆる無双のうちの、最も具象的な、かつ、最も飛躍的なものである。君はそういうものを知りたいと願うであろうか。しかしもう、それは求めても得られないであろう。自分の精神力で想像したまえ。怪異を出さないとすれば、青江の刀は私には不要である。私はそれを坪井くんに返した。その時、私も坪井くんも、変に愛すまぬような微笑を浮かべた。この話、全くの事実なのである。作為はない。その後幾年か、僕は坪井くんに会わないし、消息にも接しないが、彼のなんとなく不健康な弱々しい姿、それでも、どことなく根が強そうな姿は、今でも僕の目に残っている。どうしていることであろうか。君がもし坪井に会うようなことがあったら、僕に代わって、よろしく言ってくれたまえ。はい。というお話です。まあ、幽霊に会おうとしたけど、会えなかったみたいな。そんな感じですかね。これね、会えないのはおそらく、この語り手がですね、なんかこう、ちょっとこう、前のめりすぎるんじゃないですかね。こういうタイプの人には幽霊は寄ってこないと思うんですよ。きっとね。まあ、あくまでも私の考えですけど、怖がってくれないと幽霊も多分、つまんないと思うんですね。うわーって出てきて、何してんのお前って言われたら、すいません、みたいな感じになるんじゃ、じゃないですか多分。もしかしたらって夜中とかにいきなり出てきてですよ。ものすごい眠い時に、お化け出てこられて、一瞬びっくりすると思いますけど、多分次の瞬間、何してくれてんだと。こっちは疲れてもう、寝てんのに、いきなりね、出てきて、起こして、ね、で、なんか大して面白いことをするわけでもなくですよ。で、なんか出てきて、なんかじっと見てるだけですよ。帰れって話になりますよ、それはね。だからもっとこう、なんか、見たら、うわーってこう、してくれるリアクション、そういうリアクションしてくれる人のところに多分おわけは出るので、出てほしいなと思ったら、まず怖がることがですね、重要ではないかなと、私は個人的には思います。はい。ということで、今回の朗読は、怪異に嫌わる、豊島義雄でした。最後はお知らせです。ですね、水曜日に、ちょっとなんか一気にバーッと動画を出してしまったんですけど、あれはですね、なんであれを出したかというと、今こう朗読 BGM でこういっぱいこう集めて、いくつかね、話を集めて出してるんですけど、まあその今まで読んできたものを、ちょっとこう単発でね、徐々に出していこうかなって、一つ一つの話ごとにね、出そうかなというふうに思ったんですけど、じゃあ読み方どうしようと思って、まあ一つ一つだったら、こう読み方が BGM じゃなくてもいいかなと思って、じゃあどういうふうな感じにしようかなとか、やっぱり BGM 的なね、いつもの方がいいのかなとか、まあいろいろ考えて、じゃあとりあえず全部やってみようと。思いついた部分をね。ということで、ああいう形で、まあ BGM 系、ドラマチック系、癒し系、ささやき系、ということで、出したんですよ。で、まあ話一つだとちょっと、なんか少ない、寂しい感じなんで、一応二つ。で、計一気に8個ね、動画を公開したので、
何事かと思われたかもしれませんけど、まあ意図としてはというか、そういうことです。だ最終的には、どれか一つの読み方に落ち着いても、それで単発出していくという可能性も十分あり得ます。ああやってなんか、いくつかのね、喋り方をちょっと変えて、やるっていうのも、まあやるかもしれませんし、今後もね。ただなんかもうちょっと大げさに、やった方がいいのかなとか思ったり、まあいろいろ考えながらですね、ちょっと試しにやってみたというところなので、もしまだ聞いていない方がいればですね、まあ時間があるときに聞いてやっていただければと思います。あとですね、ラジオが1周年です。去年の6月に始めたので、はい、自分で拍手してしまいましたが、ありがとうございます。なんとか1年ですね、続けることができました。まあまだこれからもやっていくんですけど、でまあせっかく1周年なので、前からもちらっとこうなんか、コメントとかでね、言っていただいてる生放送をやろうと思ってるんですけど、まだちゃんと調べられていないと、ちょっとなかなか時間が取れず。ただなんとか6月中にはやりたいなとは思っているので、もうちょっと詳細はお待ちください。またお知らせしますので。はい。ということで、脈線ラジオ第52回目ですね。今回はここまでとなります。ではまた来週よろしくお願いします。さよなら。